ダッシュで行こうぜと思ったわけでございます。まあ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 、はい、しゅんやさん、今日はサーキット場に来ております。ありがとうございます。陸上界の暴走族の俺からしたらマジありがたいわ。あのね、ここね、あの速度制限ないから。そうなの、突っ込むの忘れたわ。サーキット場に興奮しすぎて突っ込むの忘れたわ。本当にしゅんやさんが暴走族になっていいぐらい速度制限ありません。200キロ出してもいいそうです。やったね。あの、寝てもいい。マジで、うん、いける。OK なんですよ。何でもありだね。はい、何でもありなので、じゃあ何でもありな対決しちゃおうかと僕考えてきました、勝つ方法。またかお前。でもまあ今んとこあれだよね、結構優勝したり負けたり、勝ったり負けたり。そうです、チャリに負けてるからさ。今日はね、そっち系に似てる。なるほどね。 TKD VS 全国クラスのミニ四駆。何全国クラスって。全国クラスって何。ミニ四駆今日用意してるんですけれども、はい、めちゃめちゃ速いマシンを美容師ランナーのテルさんからお借りしたので。なんでテルさん持ってんの。ガチ勢だったらしい。ガチ勢なのね。東京大会に出場したミニ四駆っぽくて、東京大会ってどんぐらいすごいかっていうと、陸上で分かりやすく例えるならインターハイ決勝に残ってる。陸上でも都大会入賞したら、うん、インターハイクラスって言うもんね、はい、うん、今日周平が戦うミニ四駆のマシンはインターハイ決勝の選手と戦うぐらいの味物のミニ四駆ってことか。はい、なるほどね。はい、ドゥーン、はい、こちら。はい、強そう。ガチの本当に正規で売ってないパーツだもん。そうなんだ、うん、俺ミニ四駆やったことなくて。あ、本当に。俺もね、見たことないこのパーツと思って。電磁波的なこと集めてるこれ。マジか。平井心みたいなね。でもよしきさん、これには負けたくないよ。いやでもマジで速いらしい。どんぐらい速いかちょっと分かりづらいから、ちょっと見てほしい。東京大会あの決勝行ってますよっていうパーツも持ってきてくれた。あるんだ、すごい。まだね、どんぐらい速いか分かんないから、正規のノーマルミニ四駆用意してます。直線 20m ぐらいでちょっと比較してみましょう。分かりました、早速やっていきましょうか。待って、いっけドラグーンって言うから、それベイブレードやってつこうね。オッケー、じゃあやっていきましょう。やっていきましょう、早速。いっけドラダッシュで行こうぜ。僕がノーマルのミニ四駆で、アリムーがガチのミニ四駆。一回どんぐらい違うか。いきますよ、よーい、ドン。最後までご視聴ありがとうございました。何してんの。俺ガチで思いつかなかった。すいません、気を取り直して。気を取り直して。気を取り直してね。はい、じゃあすいません。はい、はい、そーい、そー。早い早い早い、全然違う。全然違う。一発目逆行っちゃってさ、俺必死に追っかけたんだけど、マジで追いつかなかった。ワンチャン負ける。うるせえよ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。 OK です。結果発表なんですけれども、はい、TKD の圧勝ということで。でも俺思ったんだけど、初速で割と、いや俺びっくりした。周平と同じで、ミニ四駆って本当はコースがあるんですだよね、コースに沿っての直線で本当に戦わせたらワンチャン、ありえるね、ありえるくらいのスピードが出てた。びっくりした、はい、まあ、ちょっとあの侮れないよっていうのはなんとなく分かった。そうだね。